はい、どうもタンタンです。こちらコアロハオピオシリーズですね、入荷してきました。こちらはソプラノロングネックサイズですね。はい、 KSO の02というモデルでございます。今回こちら2本入ってました。こちら2番の個体なんですけれども、こちらはね結構大胆に大きめのにサップが入ってて、まあ、カーリーもねこんな感じで綺麗に出ております。バックの方も綺麗ですね。はい、こういった感じですね。非常にやっぱり音量があってコアロハらしいサウンド、タイで作ってるこちらのシリーズでもやっぱりこのコアロハらしさというのは、非常に体感できる感じありますね。弦高も結構低めだし、テンションも柔らかいんでものすごく弾きやすいとまず思います。ただ弾きやすいんだけど音量はすごく出るっていうことで、まあ、コアロハのねこのシリーズ、ソプラノからテナーまでねサイズありますけれども、やはりそのあたりが人気の秘訣なのかなと思いますね。で、まあロングネックになるとしっかりとフレットの数も17フレットまであるので、あのコアロハでとかオピオのシリーズでソプラノサイズ、ボディの大きさね、このサイズ感がいいなと思っててもどうしても12フレットだと足りないなというふうに感じている方もいらっしゃると思いますそういった方はねこのロングネックなんかも、決して長くはなるんですけれども、あのスケールはね長くなるんですけれども、決して弾きにくくなるような感じはないと思います。結構テンションが柔らかめなので抑えやすいんじゃないかなと思いますので、そのあたり、フレットの数は欲しいけどボディちっちゃい方がいいなという方はこのモデルなんかもお考えいただけると良いかなと思います。でオピオシリーズね、どうしてもオピオシリーズというかコアロハ全般に言えるんですけれども、このサイズだとフリクションがついてることが多いんですよね。なのでこのペグだとどうしても使いにくいなっていう方は、後藤のね UPT とかに付け替えるっていうのもまあ一つ選択肢あるかなと思いますので、そのあたりもぜひご検討いただければと思います。ということでこちらコアロハの耐性のオピオシリーズですね、はい、KSO の02、今回2つ入ってるのでこちら2番の個体がこう真ん中の、ね、サップがすごく特徴的な、はい、こちらの個体が2番の個体でございます。ぜひお問い合わせの方をお待ちしております。それではタンタンでした。